じゃん、この箱はまずおしゃれなんですよね。そうですね。はい。シャクシャイン。シャクシャイン。はい。ものすごい簡単に言うと、シャクシャインっていうのは北海道の英雄ですって紹介されてました。なるほど。はい。すごいざっくり。そうなんです。すごいいろんなエピソードがあって、結果そうなったけど、はい、まあ、最初と最後で北海道の英雄。はい、英雄っていうことですね。はい。でですね、このシャクシャインなんですけども、はい、こちらはですね、こんな感じで、結構シェイプ自体は、このアデルと似てるんですが、はい、よく見ると、このリムの部分と、この中央のボディの部分で、ちょっとだけ境目段差があったりとかして、はいはい、そうしたところでちょっと重量配分が変わっています。なるほど、はい。はい。で、そもそもやっぱりこれバイメタルなんですよね。はい、見た目の通りなんですけど、はい、これ中心部分が A300。はい。で、外側がステルスリングっていう、はい、これもまた業界初の、そうですね。はい、バイメタル構造なんですね。はい。はい、でですね、まあ、今回新しいモデルがこうやってバババって出てきたわけなんですけども、はい、ジャパンテクノロジーって一番最初のカムイしかり、うん、代表作のイーグルアイしかり、はい、そしてフィリールしかり、うん、新しいものでどん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 養魚業界を変えていくと、はい、スタンダードを変えていくっていうことを、はいはい、まあ攻めていくって、なるほど、はい、ジャパンテクノロジーで表現してますけど、うん、やっぱそうした理念を一番大事にしてまして、はい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 、でこのシャクシャイン、それですごい面白いなって思ったのが、この養魚最初からブレがありますって購入してるんですね。ああ、そうですね。はい、そうなんですよ。Facebook の記事の時、えってなるんですけど。そうですね。はい。はい、最近のヨーヨーって、やはりまあ、国産のものだったら特にそうだと思うんですけど、はいはい、イメージとして、やはり高精度、高性能っていう、はいはいはい。はい、ところが売れたと思うんですね、うん。はい。なんですけど、そのブレがあったところで、うん、何のそのと。まず、このバイメタルの真の力っていうのを発揮するためには、はい、もうブレとか、もう正直今はもう関係ないですと。はい、はい。はい。まず、このパワーを体感してくださいということで GN でブレがあるものと、そしてブレがないものが同時に、あの、まあ、机の上に置かれてたんですよ。サンプル置かれてたんですよね、はいはいはい、そのブレがないものっていうものも、ここからほんのちょっとだけ、ほんの数ミリだけ形状を変えるだけでブレとかなくなるんですよね、うん、はい、はい、でもそれだと意味がない、まあ、それとジャパンテクノロジーの先ほど攻めの理論に反すると、なるほど、はい、攻めの姿勢に反するということで、あえてブレがあるもの、はいはいはい、それでもうどうも相手も構わないという姿勢で臨んで、このシャクシャインがリリースされたわけですね。なるほど、はい、はい、まあ、結果ジャパンテクノロジーのブースではこちらシャクシャイン大反響。そうですね、はい、はい、実際僕らも使って、これはすごいと、これ使いやすいですね。そうですね、バイメタルのレベルがまた一皮むけたなっていう、はいはい、はい、そういう感じがしましたね、はい、はい、先ほどのアデルもそうなんですけど、やはりこちらバイメタル、バイメタルの中でも特に姿勢が安定します。確かに、はい、はい、でですね、こちらジャパンテクノロジー今回あのリリースされた新作っていうのは、大体もう 42mm 台なんですね。ああ、幅がね、はい、そうなんですよ、はいはいはい、横幅がもう 42mm 台、これなんか 41mm 台だったかな、はいはい、はい、おそらくなんですけども、やはり皆さんのプレーとかを見た上でもやはり設計ってされてると思うんですよ。なるほど、はい、はい、実際にあれ43ミリ以上っているのかってなったんじゃないかなと思うんですよね。あ、なるほどね、はいはい、最近のヨーヨーって結構43ミリから幅が広め幅が狭めっていう感じで、ね、皆さん、はい、多分無意識のうちに分けてると思うんですよ、はい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 、なんで43ミリを境に、もしかしたらこっちの狭めのヨーヨーを皆さんスルーしちゃうかもしれないんですけど、まあ確かにね、はいはい、ぜひこちらアデル、シャクシャイン使ってみてください、うん、42ミリ全然いけますよ。そうですね、はい、もう気にならないですね。そうですね、はい、しかもこんだけのパワーがあったらお釣りが来るぐらいです。確かに、はい、はい、というわけでこちらのですね、モノメタル、そしてバイメタルの新しい進化を見せてくれた今回のジャパンテクノロジー新作、うん、はい、ぜひねこちらをお求めいただいて、そしてその手で皆さんの手で体感してほしいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。